news for Don't Laugh This News, 女子高生殺害の吉田社保の音はサイコパス。週刊女性のほどです。週刊女性後、小森容疑者のサイコパスの底目に注意で同級生のインタビューを掲載しています。この同級生によると、いつか事件を起こすと思っていたとのことです。この容疑者の趣味にはサバイバルゲームの趣味があったようですが、学生時代に素朴な言動を取ることもあったようです。俺は爆弾を簡単に作れるから、簡単に人を殺す、殺す時は残虐なやり方じゃいなと意義が済まないとかかっていたそうです。他に見女子生徒に向かって勝てるナイフを振り回しちゃったりとか、他の女子を階段から突き落としたこともあり、危険人物。また中学校時代に小学生への保護費も入れていたことのことで、それが本当なら考えの事件前から年下に興味があったのでした。いずれね、しても人を夫婦で殺している時点でサイコパスな人間ね、あることは間違いないかもしれません。こんな人間に殺されて被害者とご家族にはお悔やみ申し上げます。